ということで皆様改めまして、我が初めての紹介でございます。こんにちは。ちなみにあの8000歩招待しておるお侍おりませんか。おったさすがでございますが、そう、あのしらチャンバラ合戦本日やっておるんじゃが、あのチャンバラ合戦を盛り上げるために結成された武将隊でございます。そうじゃな、わしらにも名がありますので、少し名をな、皆に伝えさせていただきたい、覚えてもらおうかの。そうじゃな、まずわしから。そうじゃ、燃え盛るような炎を象徴した見えるか八千武将隊、赤担当飛燕万丈、飛燕万丈燃えてます、燃えております、飛燕万丈燃えております。戻ってきたじゃ、拍手お願いします。ありがとうございます。無理やりやりましたさあ次お願いします。ありがとうございます。青担当でございます。青担当。さあ青の名前は紫とも言えないな、これは青じゃな。青じゃ、いいじゃろう、何色でも紫に変えればよいか。よし、何でもよいわ。わしの名前でな。よし、わしの名前は龍王邁進、高虎でございます。皆様どうぞよろしゅう。今名前の間になんかあーって言ってたら、これが入らないとうまくまとまらないんだよ。あーはいらんだろ。あーなしで。参ります。龍王邁進、入れるんかい。わしら入れるんかい。やっぱ入れたくなるやろ。皆様にお聞きしたい、あーがある方がいいかない方がいいか。あ、そうじゃな、聞いてみよう。はい、あーがいいと思うの、拍手。よいしょ、嬉しいな、これね、あーが人気ない方で考えてたけれども、褒めてくれた。あーがな、タカトラということで、あー公認でよろしくお願いします。では最後だな、やりづらいの。そうですね、非常にやりづらいの。ヒーローとさ、邪魔してくる、電子が邪魔してくる。ヒーロー担当、天地和合、金継ぐ、金継ぐでございまする。そうじゃな、というわけでな、初めてわしらこの岡崎の地に来ましたが、先ほどもな、みんなやっていただいた通り、チャンバラ合戦、これでな、わしら全国盛り上げております。せっかくなのでな、戦った者もおるが、初めての者もおるので、少しちょっとみんなにチャンバラ合戦が何なのかというのを、ちょっと指南させていただきたい。そうじゃな、初めての方な。じゃあちょっと2人手伝っていただけるかな。ちょっとちょうどここにな、命があるからな、もう緩い感じのヒーローもらおうかの。そうじゃな、よし、このような形でな。おい、おろし、なんでこれ。やりじゃ。違う、チャンバラ合戦の方はこちらじゃな。はい、これは使ってない。これな、たまにあの木刀とか持ってくるやつおるんじゃな。絶対ダメじゃな。チャンバラの方はこれじゃ。わしはそれでも勝てるけどな。くれるの。さあ、ということでな。じゃ、まず、あの装備の説明じゃな。まずみんな、こちら、スポンジの刀じゃな。柔らかい、怪我をしない刀をみんな一本ずつ持つんじゃ。そして、逆の腕には、これ。これ何かというと、皆様の命でございます。というか、これをしっかりと装着すれば、おのおの方お侍でございまするな。さあ、そして戦い方は簡単じゃ。この刀で敵の命を切り落とす。お主も、はい、落ちとるから、はい、このような形でな、あの敵の命を落とせば、命を打ち落とされた侍は討ち死にとなりまして、まあ、負けという、まあ、すごくシンプルな、はい、ものなんじゃが、よし、じゃあ今見とったじゃろ、ちょっとこの侍たち2人と戦ってみたいという勇敢なお侍おるか。どうじゃ、ちょっと戦ってみたいという、わしはお主前に来るんじゃ、勇敢の侍前に来るんじゃ。あれは忍びか、誰でもよいぞ、恥ずかしい。じゃあそちらの姫かくのいちか、はい、来るんじゃ。お、じゃあ来よったな、ちょっと待って、あれ刀を2本はい、あった。じゃあ今からこの高虎と兼次が
襲いかかってくるので隙を見て命を切り落とすんじゃぞ。どういな伊藤流何であるし素手で行く気か。よしじゃあ参るぞ。じゃあ2対2で勝負じゃな。参るぞ。戦開始。かかれお見事。サモンスリお槍でガードしてる。槍でああ来た。うちにお見事さんじゃな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 んじゃ配置がおかしい。やりは最前線やろ。なぜわしが出てきたの。いや素晴らしい戦いじゃ。やばかったの。だからじゃあお主ちょっと一つしかないんじゃが頑張ってくれた証として元近の家紋をあげる。はい、はい、じゃあお二人に拍手お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあというわけでなこのような形で、はい私が全国津々浦々このチャンバラ合戦盛り上げるために頑張っておりますので皆様応援の方よろしくお願いいたします。さあそれではじゃあそろそろお時間でございますのでわしらはこちらで失礼いたします。ではそのままじゃタイミングでお会いしましょう。またタイミングかな。あそうだちょっとダイビングの宣伝だけさせてください。ただいま第一部行っておりましたのが姉川の戦いでございますな。浅井長政と徳川家康の戦いでございます。そしてこの後第二部13時から伊方ヶ原の戦いが始まります。はいこちら当日参加も可能でございますのでぜひ、ね、ちっちゃなお侍だけではなく大きなお侍様大きなお侍様ぜひ合戦お待ちしておりますので、はい、受付そちらの方でございます。伊方ヶ原の戦いといえば徳川家康殿とある武将が戦った合戦じゃがそれで分かる方おりますか。伊方ヶ原の戦い家康との対わかりますか。わかります。来てそう誰じゃ誰じゃ適当に誰じゃ正解武田信玄殿でございますが、はいまあ、そのような戦いが、再現されますのでぜひぜひ遊びにお越しくだされ。それでは我らはこの辺りで失礼いたします。さらばじゃ戦線上で